新年明けましておめでとうございます。前田です。新年一発目にご紹介するのはこちらです。エンジン戦隊ゴーオンジャー、ミニプラエンジン合体エンジン王です。今回ご紹介するのはですね、ミニプラのエンジン王のこの3台。1番エンジンスピードル、2番エンジンバスオン、3番エンジンベアール V。とですね、こちらですね、エンジン合体エンジンを G9 の中からですね、この真ん中のこいつらですね、4番エンジンバルカ、5番エンジンガンパード、6番7番のエンジンキャリゲーター、今回はこの6台をご紹介したいと思います。こちらがエンジン戦隊ゴーオンジャーですね。2008年から2009年に放送されました31作目の戦隊だったかな？32作目ですね。すいません。ヒューマンワールドの危機にエンジンと勇気ある若者たちが力を合わせ立ち向かうエンジンソウルのシステムが斬新な作品となったということですけど、こっちが、変身前の人間の時ですね。はい。ゴーオンジャーは最初、真ん中の赤、黄色、青、3人が、1話目から変身して戦うんですけど、もう、すぐ直後に、このブラックとグリーンが加入して、まあ、5人戦隊だったんですね。で、しばらくしてからですね、ゴールドとシルバーが入ってくるんですけど、先ほどのパッケージにはこう載ってるんですね。後ろの真ん中にゴールドとシルバーがいますね。これ、ゴーン、じゃあ、ウィング族という、まあ、空飛ぶエンジンを操る二人なんですけど、メインの五人は、陸を走る、まあ、車タイプのエンジンを操りますね。ゴーオンジャーの見どころは、まずは、ヒロイン、イエローと、あと、シルバーも女の子なんですけど、が可愛いです。で、敵に、及川奈緒さんが、やられてる役があって、ケガレシアっていう役なんですけど、敵の幹部の一人が及川奈緒さんが演じられてて、まあ、出てる女性の方々がみんな、可愛いんですね。で、なんといってもですね、ロボットが全部合体するんですよ。僕の大好きな全合体をする戦隊なんですけど、このゴーオンジャーの全合体はですね、非常にプロポーションがいいです。全部合体して、すごいかっこいいんですね。なので、今日ご紹介する、まあ、6台プラス、また、後ほど、違う動画であげるメカたちがどんどん合体してきまして、最終的には、すべて合体するということになりますね。お楽しみに。こちらが、ミニプラのエンジンです。はい。6台あります。1台ずつご紹介していきます。はい、まずはですね、1番。ここに1番って書いてありますね。1番は、ゴーオンレッドが乗り込むエンジンスピードルと言いますね。スピードルはですね、コンドルがモチーフのエンジンなんですけど、喋るときにですね、語尾がドルドルーっていうんですね。コンドルのドルですかね。こんな感じです。車型のメカです。ぐるっと回すとこんな感じですね。はい。色分けはもうほとんどシールですね。赤と黒のパーツしかないので、シールで色分けされてますね。この辺もシールですね。で、車輪がついてますので、転がし遊びができます。で、あとはですね、劇中でやってたのがですね、この辺のパーツが展開されて、こう足のように、なるんですけど、この部分をこう下に押すと出てきます。こういう風に。で、ちょっと展開しまして、よいしょ。こうですね。で、この横の羽パーツも、パタッと開きますので、はい。ちょっとシールがペリペリなんですよね。こんな感じで、違う、形態をした、まあ、モードにもなれますね。こう羽を広げてこう飛ぶような感じですね。ライグマンのジェットファルコンにちょっと似てるかなという感じですね。はい、スピードルはこんな感じです。はい、2番目、エンジンバスオンデイ。
バスオンは江戸っ子区長なんですね。2番です。ゴーオンブルーが乗り込むエンジンですね。ぐるっと回すとこんな感じですね。2番って書いてありますね。で、バスオンは、まあ、バス、乗り物のバスとですね、オンがですね、ライオンのオンなんですよ。この2番のマークはライオンっぽいですけど、顔はちょっとライオンっぽくないですよね、これ。こんな感じですね。で、これもあのタイヤが回りますので、転がし遊びは問題なくできますね。で、ここの、この赤い蓋がですね、これ開くんですよ、パカッと。こういう風に。はい。で、あの、劇中だと、エンジンソールっていう、なんて言うんですかね、まあ、カートリッジみたいなパーツがあって、こんなような形のパーツなんですけど、ここにこう、エンジンソールをセットして、まあ、巨大化して、エンジンに、ゴーンジャが乗り込むという感じに、話が進んでいくんですけど、それと同じような形して、この、武器が収納されてます。これ、ゴーオンソードというですね、ロボットになった時の、武器になりますね。こう展開すると。こういう風に剣の形になりますね。で、これを普段は、バスオンの中に収納しておくわけですね。ここに。これどっちでも入ります。はい。はい、3番。エンジンベアールブイヤー。ブイブイって言うんですよ、こう。ここがですね、劇中とこうパカパカしながら、こう喋ってるように見せてるんですけど、これはですね、3番って書いてありますね。こんな感じです。ぐるっと回すと。これちょっと小さいんですよ、すごい。で、これはですね、もう真っ黒の成型色に黄色いシールをまんべんなく貼って、顔をつけてる感じですね。で、これはゴーオンイエローが乗り込むんですけど、このエンジンは女の子なんですね。何話の言葉？何話のこと？関西弁なんですよ。なんとかやでとかって言うんですよね。で、ベアール V って名前なんですけど、ベア、まあ、クマですね。それと、RV の、名前が、まあ、組み合わさったエンジンですね。で、これもタイヤで、コロ走行が問題なくできますね。うん、こんな感じ。4番、エンジンバルカだよー。こいつはですね、バイクと、オルカ、シャチですかね、の、名前がついてますね。エンジンオルカ、あ、ごめんなさい、エンジンバルカですね。こんな感じです。まあ、バイクというか、こう、三輪の乗り物なんですけど、はい、こんな感じですね。で、これはゴーオングリーンが乗り込むエンジンですね。なんか、ラテン系の陽気な性格で、すごいポジティブなキャラですね。で、ここぐるぐる。回ります。で、こう劇中は走行しながらこれをこう回転させてですね、あの敵を倒してましたね。はい。これも転がし遊びは問題なくできます。エンジンバルカです。はい、5番、エンジンガンパードです。これはですね、ゴーオンブラックが乗り込むエンジンなんですけど、はい。これ何がモチーフか。わかりますか？名前はガンパードなんですよね。で、これはですね、ガンパードのガンは、まあ、ピストルのガンですね。にですね、シェパードの、パード、ガンパードって言います。このエンジンガンパードに乗り込むゴーオンブラックがですね、警察官なんですよね。なので、こういうシェパード、警察犬はシェパードですし、まあ、ピストルのガンですよね。っていうモチーフの乗り物なんですね。6番、エンジン、あ、キャリゲーターですね。はい、これはですね、キャリゲーターという名前なんで、キャリアカー？カーキャリア？なんていうんですかね。そういった、まあ、車を運ぶ系の大きいエンジンなんですけど、そういう名前で、あとゲーターは、まあ、アリゲーターですね。ワニですね。ぐるっと回すと、こんな感じ。これかなりでかいです。6個のエンジンの中でも、もう飛び抜けてでかいですね。で、こいつはですね、こう、口が、パカパカ、こう、稼働したりしますね。で、喋り方が、なんか歌舞伎口調なんですよ。なんて言うんですかね。セリフで、ゲタゲーターとか、この、語尾を特徴的な
言い回しでですね、歌舞伎のような喋り方をしてますね。こういう風に。ゲタゲーター。で、こいつはですね、こことここに、先ほどお見せしたですね、ガンパードとバルカがですね、乗せれます。2台乗せて走ることができるんですね。なんとなく、今の獣王者のキューブライノスな感じがしますけど、こう2台分以上の大きさがあるエンジンキャリゲーターですね。本日ご紹介しているこの6台のエンジンはですね、最初はこの3台だけなんですね。スピードルとバスオンとベアール V なんですけど、すぐにこのグリーンとブラックが加入することで5台になるんですよ。ただですね、この5台では合体はしませんでした。後からお見せしますけど、メインはこのスピードルとバスオンとベアール V のエンジン王。それにですね、腕がこう、こいつらとこいつらがこう入れ替わって、まあ、乾燥合体して、戦うんですね。で、その後ですね、このキャリゲーターが登場しまして、で、このキャリゲーターっていうのはですね、ジャイアン族っていう、エンジンなんですけど、そのジャイアン族は、エンジンたちをこう、つなぐ力を持ってる種族らしくてですね、この5台プラスキャリゲーターが合体していくという流れになりますね。じゃあ、まずはですね、最初のこの3体、エンジン王をお見せします。はい、では、エンジンスピードル、エンジンバスオン、エンジンベアール V。この3台がですね、合体してエンジン王になりますので、やってみたいと思います。いきます。エンジン合体。まず、バスオンですね。まあ、轟音騒動を取り出しておきましょう。後で手に持たせますので。はい、これは置いておきます。はい。で、バスオンの変形はですね、これは足になりますので、こういう向きに。なるんですけど、まずですね、このタイヤ、このタイヤが稼働しますので、パタパタとしまいまして、こっちが前ですね。で、このバスオンの顔の部分をですね、ぐいっと持ち上げてやって、この持ち上げた顔をもう一段階下に下げます。ここ見るとですね、こういう風に、パーツが分かれてますので、ちょっとここ変形しづらいんですけど、こう前に顔を持っていく感じです。こんな感じで。はい。で、足が割れます。割れまして、で、このつま先ですね。これが前に展開できます。このように。はい。これでバスオンは OK です。はい、次にベアール V ですね。ベアール V はですね、このように、下のパーツを開けまして、ここの出っ張りを、バスオンの、ここの出っ張り、あ、ごめんなさい、穴ですね。ここに刺します。ブスッと。はい。これで OK ですね。で、次がスピードルですね。スピードルは、この、前と後ろが分かれているので、後ろのパーツですね、引っ張るとこういう風に伸びます。そして、真ん中で割って90度展開します。こういう風ですね。で、この部分を出してやる。これが腕になりますね。こちら側も。このようになります。で、先ほど合体しておいたバスオンベアール V の上に合体するんですね。ベアール V がこの2つの凸があって、エンジンスピードの方には2個。穴がありますので、ここで刺してあげますね。はい。このようにします。背面のこの、さっきのベアール V のパーツをですね、見ますと、ここに、こっちとこっちにですね、突起があるんですね。このパーツを90度
回転させて、で、このまま上に持ってきますと、スピードルのこの後ろの穴にちょうど刺さります。はい、このようにくっつきます。で、正面向けていただいて、最後はですね、ここのエンジンのパーツ、これを上に上げれば、完成、エンジン音、チューンアップ。エンジン音をぐるっと見渡すと、こんな感じですね。はい。はい。まずはですね、3体のエンジンを合体して、エンジン音にするんですけど、これミニプラなので、稼働はやっぱりいいんですよ。で、バス音の足がですね、これ、ちょっとしか開かないと思うんですけど、この後ろの、このパーツ、これをですね、上にか上げてあげるとですね、ここでロックされてるので、これでロックが外れますので、足がガバッと開きます。結構いけますよ。腕を上げてあげれば、うん、完全に開脚までできますね。はい、これすごいですね。で、これの可動はまずこの足ですよね。あと、足首が、ボールジョイントというか、こうグリグリっと動かせるので、設置もいいと思います。足を広げて立たせることも可能ですね。で、腕が360度回転するのと、あと、バスオンとベアルブイが、1点でくっついてるだけなので、ここ回転します。腰も回るんですね。なので、轟音ソードを持たせてあげて、カッコつけますと、轟音ソードを、用意します。展開して、で、持たせるときはですね、この轟音ソードの、この左右両方ともにこう、凸があるんですね。で、エンジン音の、この、拳の部分がですね、ちょっとごめんなさいね、もう毎度おなじみ暗いんで、黒いのは見えないですけど、ここに穴があるんですよ。ここに刺さります。ここにブスッと刺すと、こんな感じで、ゴーンソードが持てますので、足を開けてポーズを取ると、はい、こんな感じでゴーンソードを構えることができますね。かっこいいですよね。で、顔もですね、少しだけ回りましたね。顔もですね、少しだけ、動きますので、これボールジョイントとかじゃないんで、そこまでは回らないですけど、ちょっとだけ方向を変えれますので、まあ、少しポーズを取るにはいいですね。で、腕がですね、結構、まあ、変形の関係上こう動くのと、あとはこの手首も、こういう風に動かせるので、こっちもこういう風に回るんですよね。なので、こんな感じでですね、両手持ちをしているような風にも見せれますね。で、足がですね、膝も動きましたので、こんな感じで劇中のあの必殺技、ゴーングランプリを、ちょっと再現することもできますね。よく動きますよ。いいですね。膝もこう曲がりますし、足もここロールするので、ガバッと開脚もできてロールもするし膝も曲がるなのでかなりおかなりダイナミックなポーズを取ることもできますね。めっちゃかっこいいですね、エンジンを。で、この背中についてるこのベアール V のあの下の部分、これがですね、縦になるんですよ。外してこのさっきのところから取りますね。はい、これ分離できるんですね。で、分離したらこれ元に戻して、裏側にこの取っ手があります。これを起こしてやると、轟音ソードと同じように持ち手がついてて、持たせれますので、こんな感じで縦を構えるポーズも取れます。いや、めっちゃかっこいいです、これ。やばいですね。で、物語の序盤では、このエンジン王に、この、バルカとガンパードが、腕のところにくっついてですね、戦うんですけど、それも再現できますので、やってみたいと思います。まずは、バルカですね。バルカをですね、変形させます。タイヤのパーツが、こういうふうに前に展開できます。両方とも。このように。で、
この胴体をぐるっと回してあげて、で、ここがですね、突起になっているので、これをエンジン王につけるんですけど、エンジン王の方が、まぁ、あ、ちょっとシールドと、よいしょ。ゴーンソードを外しますね。はい。バルカはですね、こちら側ですね、左手になってましたね。付け方としてはですね、まずですね、エンジン王のこの、肩をぐるっと回してやって、手を元に戻します。こうかな。はい。この状態にしておいて、で、ここの穴ですね。ここの穴に、先ほど準備しておいたバルカをつけますと、はい、完成。エンジン王バルカですね。こちら側の腕がバルカになりました。で、これでですね、戦ってましたね。これをこうカッター、バルカッターでしたかね。行って、こう、切りつけてましたね。で、バルカッターを構える感じにも、もちろんできますね。エンジン王は可動域が多いので。こんな感じでいかがでしょうかね。で、次がですね、ガンパードですね。ガンパードの変形はですね、まず、この顔の部分が前にスライドできます。こういう風に。ちょっとこう、伸びるんですね。で、後ろの車輪を、このように分解して、ここの頭に、つけます。このような状態にします。そうすると、ここの持ち手が、こっち側にくっつけるようにできますね。バルカを外しまして、肩を戻して、こちら側はまた、エンジン王の腕に戻してやります。で、ガンパードは右手につきますので、先ほどと同様に、肩を回して、エンジン王の腕をしまって、この穴ですね。この穴にガンパードを刺しますと、完成、エンジン王ガンパードです。はい。今度はですね、ガンパードが右腕について、まあ、キャノン砲というか、このようにして戦いますね。これがなんかスコープみたいな見立てになってるんですかね。よくできてますよね。構えるとこんな感じですね。で、劇中では、これの、こっち側の手に、バルカをつけて、五体合体ができるんですけど、それはなかったんですよね。一応、まあ、非公式ですけど、やってみると、こう回して、ここにつけて、はい。こういう感じで、エンジンを G5 的なことにできるんですけど、ちょっと腕のバランスがやっぱり悪いですよね。体に対して、ちょっと腕が太いというか、長いというか、なので、見送ったのかわかんないですけど、この五大合体はなかったんですよ。で、まあ、最初はエンジン王で戦って、こういうバルカがついたり、ガンパードがついたりで戦ってたんですけど、とうとうですね、敵が強くなって、もっと合体しなきゃということでですね、はい。キャリゲーターが出てきて、最初は、人間に力を貸すなんてっていう形でちょっとキャリゲーター後ろ向きだったんですけど、エンジン、ゴーオンジャーたちをですね、こう熱い思いに打たれるというか、そんな感じで、協力してくれるようになりますね。